皆さんこんにちは、滝脇まりなです。本日は3ヶ月のダイエット報告をしていきたいと思います。体が変わりました。はい、ということで3ヶ月前です。この時、あの時、あの場所でですね、ちょうど3ヶ月前くらい、4月の末かな、3キロね、3ヶ月かけて痩せますっていうダイエット宣言をしておりました。でまあね、体重にとらわれるわけじゃないんですけども、見た目を変えるっていうことを重視して3ヶ月頑張っておりました。でそこから3ヶ月半くらい経ちました。すいませんね、ちょっと伸びてしまったんですけども、無事にね、体重としては3キロ落とすことができましたので、今日は私の今の体と、あとは3ヶ月間特に何を頑張ったのかご説明していこうと思います。で先に結論言っちゃいますと、体重はただの数字だね。自分で言うのも変だけど、なんか3キロ以上痩せたように見えるってみんなから言われたりだとか、全然体違うみたいなことがこの3ヶ月結構起こってて、まあそんな話もね、いろいろしていこうと思います。それでは動画スタート。はい、でまずね、3ヶ月前の私っていうのがね、動画出してるので、ぜひ概要欄からね、見ていただきたいんですけど、こんな感じで、まあお腹周りを中心にね、鍛えていきたいなっていうことで、身長が161センチ、で体重が 52.6 から53の間くらいでございました。で、目標としては49キロ台を定着させたいっていうのでね、頑張ってたんですけども、今朝測った体重がこんな感じで、ギリギリ49キロ台。まあそんな感じで体重っていうのは無事変わってくれました。そう、ここで皆さんにビフォーアフターの写真を見ていただきたいんですけども、こちら、これがまず2キロくらいの差の画像でございます。これ見てさ、2キロと思って、だから本当に体重ってただの数字だし、見た目を変えるっていうことが本当に大事なんだなと思って、全然違うよね。なんか二の腕周りとかさ、シュッとしたし、胴の厚みがさ、全然違うなっていう感じで、よかったなと思っております。でそこからまたね、最後1キロくらいね、キュッとした時のビフォーアフターがこれなんですけども、ウエスト周りがまたぺちゃんこになったなと思ってて、今履いてるのもその時に履いてた半ズボンなんですけど、こんなにゆとりあったっけっていうくらい緩くなってくれて嬉しかったです。でちなみにこの宣言動画の時に足をあんまり見せてなかった気がするんですけど、足も比べたらめちゃめちゃ隙間ができてくれて、この感じで、私ね、そもそもね、夏に向けてダイエットをするモチベーションとして、チピチの服着たいっていうのが目標で、少女時代のさ、GGGGG みたいな感じで、白 T にスキニーパンツってめっちゃ憧れて、昔からそれをね、自信持って着たいなと思って、まあ3ヶ月でね、体を変えていこうって今回やってたんだけども、足に隙間がすごいできたなと思って、自分の足そんなに好きじゃなかったんだけど、あ、なんかちょっといいかもみたいな感じで思えるようになってきました。あ、この心の変化が大事。たった3キロされど3キロ。一応前回もね、この場でお腹を見せたので、ちょっとね、現在のお腹を見せていこうと思うんですけども、今のお腹がこんな感じです。結構ぺちゃんこになりました。脇腹のね、エクササイズを結構やったので、くびれも出てきてくれたと思いますし、厚さの変化っていうのは結構顕著に出たんじゃないかなと思います。はい、でここで私がね、この3ヶ月間何を頑張ってたのかっていうのをね、ちょっと改めて振り返っていきたいと思うんですけども、3ヶ月前の動画で10箇条のね、私なりのまあマイルールみたいな感じでね、提示しておりました。1、タンパク質をしっかりとる。2、水を2リットル飲む。3、ご飯は19時まで。4、お菓子は3時まで。5、夜は炭水化物少なめ。6、お風呂はしっかり浸かる。7、10分はマリネスする。8、寝る前にストレッチする。9、週1のチートデイ。10、今日も自分を褒める。これを基本のベースとして3ヶ月頑張っておりました。ただぶっちゃけ3ヶ月ね、これやりながらちょっとずつ変わってました。まずね、私ダイエット始めた時にインスタストーリーに載せて、こんな感じでね、毎日チェックして出してたんですよ。ちょっとね、これ良くなかったなと思ってて、個人的にね、このね、10項目っていうのをトータル長い目で意識するっていうことは振り返ってみて大事だと思うんですけども、毎日これをね、チェックしていくっていうのがなんか私的にだんだん辛くなってきて、私今日はこれができなかったみたいな感じで、できないことに引っ張られちゃうような気がしてね、このチェックリストはね、もちろんね、やりこなすものの、チェックして毎日チェックする。ちょっと日本語がインスタストーリーに流して全項目ね、評価するっていうのは途中からやめました。その方がよりね、2ヶ月目以降くらいからまた体がね、ガンガンガンって変わり始めたので、個人的には良かったのかなと思います。なのでこの10箇条っていうのは一応ね、出しているはものの、毎日一個一個
をチェックして100点満点を目指すようなものではございません。これのうち、まあ、半分とかできてたらもうオールオッケーみたいな感じで、まずは意識することが大事だなっていうふうに思います。そう、これが今日のすべてダイエットも人生も50点でいいのよ。ずっとね100点満点目指そうとすると続かないし嫌になっちゃうから、皆さんもこの10箇条ねこれから解説していきますが、全部ね毎日完璧にやりこなそうなんて思わなくて大丈夫です。1個でもねできたらね自分を褒めてやりましょう。1個目から少し解説していくと、タンパク質量については1日自分の体重かける 1g から、運動する日は 1.5 から 1.8g くらいを目安にとってました。これはねやっぱり食事からね取るってなると大変だったかなって思うので、私はプロテインを飲んだりだとか間食としても結構タンパク質入りのものを食べてキープするようにしました。で、2つ目の水2リットルについては、もうこれはね飲む習慣をつけるっていう感じですね。でそしたら本当にさ、お肌がすごい綺麗になってきた感じがして、やっぱりね水はダイエットの味方。ただやっぱね水だけだと飲みにくいっていう人もいると思うんですよ。私の場合はノンカフェインのお茶も一応この2リットルにカウントしておりました。例えばルイボスティーとか麦茶とか妊婦さんとかでも飲めるようなお茶っていうのをストックしておいて、飲みにくい時はそう飲んでおりました。でちょっと辛かったけど、なるべく常温、氷が入った飲み物を飲む時はあったかいものも一緒に飲むようにして、とにかくね体を冷やさないように気をつけながら過ごしておりました。で3つ目、ご飯19時までに食べた。これはねぶっちゃけね半々だったかな。結局1日のトータルのカロリーだとか消費量だなって思ってて、仕事が遅くなると8時以降に食べるっていうことは全然あったし、意識はしてたけど毎日ではなかった。19時以降お腹が減った時、5粒くらいのナッツとかブルーベリーを入れたヨーグルト、あとは前ねアイハーブの購入品で紹介した糖類がね全然入ってないチョコレートヘーゼルナッツペーストっていうのがあるんですよ。これをねガブッとね一口食べたりとかしてました。食物繊維の塊なので、詳しくは動画チェックしてください。で4、お菓子は3時までだった。これがねぶっちゃけね一番守れてなかったけど結果は出たかなっていうところで、ぶっちゃけ排除してもいいかなっては思うんですけども、糖質をしっかり含んでるようなダイエット系のお菓子じゃなくて、普通に日常的に食べたいお菓子っていうのは200キロカロリーくらいまでにして3時くらいまでに食べれば、まあ体には影響ないかなっていう意味だったのでこれを入れたんですけど、ぶっちゃけねダイエット系のお菓子だったら3時以降も全然食べてたし、ここまで意識はしなくていいかもしれないです。ただどうしても生理中にケーキが食べたいとかモンブランが食べたいとか、うちみたいにみたらし団子が好きとかであれば3時くらいまでに食べてあげた方が消化の時間もあるし、まだ活動的なのでいいのかなとは思います。これはカッコだな。5、夜は炭水化物少なめ。そう、これはね結構意識しました。トレーナーさんにねいろいろ教わる機会を設けてるんですけど、いやダイエットしてるんですけどなんかやることありますかねって言ったら、やっぱりね糖質の調整っていうのは期間限定のダイエットだったらやっぱりね必要っていうことでした。私の場合は朝だとか昼に糖質があるものを食べてんで、夜少なめみたいな感じにしておりました。そして6、お風呂にしっかり浸かる。そう、私ねこれね今回の3ヶ月のダイエットの中で1、2、3くらいに大事なんじゃないかなって思う項目です。お風呂入った方がいい。お風呂に入るっていうのはねもう月並みかもしんないけど本当に大事だなって思った。これをねする人しない人で次の日の体調だとかね体重だとか体型とかっていうのがねもう全然違うの。毎日やっててね毎日鏡見てたからねもうすぐわかるで私の場合はなるべく湯船に浸かるっていうので、夜は20分以上できれば30分くらい半身浴っていうのを週に4回くらいは最低でもやってたかな。体が冷えづらくなった。この後にも出てくるんですけど、寝る前にねストレッチとかマッサージするんですけど、それのね効果がすごい出やすくなる。お風呂にはなるべく夏でも入りましょう。しっかり汗を流しましょう。でお風呂入るときはね最近のね私のちょっとおすすめがあるのに持ってきます。こちらでございます。これ見たことある人も多いんじゃないでしょうか。浸かるサプリって言われてるエプソムソルト入浴剤っていうものです。エプソムソルトって書いてあるんで塩なのかなって思って買ったんですけど、塩分は 0% なんですよ。ちょっとどういうことって感じなんですけど、エプソムソルトってこれねマグネシウムらしいんですよ。でこれを入れて残り湯で洗濯もできるし、これを入れたお湯をもう一回炊くっていうこともねなんかできるらしいんですよ。何がいいかってめちゃくちゃ汗かく。で私結構ね格闘家の方のダイエット中の過ごし方とかのチャンネル見るのとかすごい好きなんですけど、計量前とか発汗して汗を出し切らなきゃいけない時とかにこれをね使ってる人が結構いて、めっちゃ汗出ます。終わった後ねすっごいねあったか
たかいのが続くの。指絵しない。指絵冷えない。中からあったかいなっていうのが続く感じはして、3個くらいまとめ買いしました。ぜひね、汗かきたい人とかね、ちょっとサウナみたいなのが好きな人、ぜひね、お試しください。はい、そして7つ目、10分はマリネスしたーということで、マリネスっていうのはね、私とダーウィンでこの YouTube チャンネルで出している運動のことを言ってるんですけども、最低1日10分はやるっていうのを決めておりました。で、これは本当に最高。運動すると体が変わります。コメント欄とか見てて、運動してるけど体重が全然落ちません。それでモチベーションが続きません。みたいなのもよく見てるんですけども、やっぱりね、運動することで体重っていうより体型、バディラインがさっき見せたように変わってくれたなって思うので、やっぱ運動って体型を変える要素だなって思いました。最低10分間のマリネスって何してたんですかっていうことなんですけども、一番頑張ったのはヒットです。HIIT プログラム。あのね、できる日はね、5分くらいのやつから10分くらいのやつをいろいろ出してるんでね、できれば朝ガッてやってあげて1日を過ごすとね、めちゃめちゃ1日の代謝も上がって過ごせますし、朝運動すると気持ちいいよね。なので HIIT をやって、で後半で10分くらいの痩せるダンス系の有酸素動画っていうのをやったりだとかしておりました。この筋トレと有酸素の組み合わせっていうのが私的にはすごく良かったかなと思ってます。で、有酸素をね、筋トレの前にやるのか後にやるのかみたいな話もあるんですけども、いろいろ私もやっていく中で最近は筋トレやった後に有酸素っていう順番にしております。だからここについてはもうね、運動のルールは決めきらずに、とにかくちょっとハードな筋トレを毎日5分から10分はやる、余裕がある日は有酸素ちょっとお散歩するなりダンスするなりするくらいのね気持ちでねやっておりました。で、毎日って言いつつね、まあ週4から5だったかな、全然しない日もあったんですけども、体はね変わってくれたので、平日だけやるでもね全然いいのかなと思います。8、寝る前にストレッチした。そう、これがね非常に大事で、今回のダイエット食事と運動はもちろんなんですけど、これベースにして私の中で発見だったのが、お風呂とストレッチをより頑張ることで体は変わるっていうのがねすごいわかりました。ストレッチプラスマッサージだな。それによって本当にね、なんかしぶとかった二の腕のお肉とかが変わってくれて、二の腕は特にねマッサージで私の場合は変わりやすいんだなっていうのが今回の発見でございます。なんでね、その二の腕とか、まあ、体のマッサージについてはまたね別途動画を作ろうと思いますので、楽しみにしててください。で、9、11のチートデイを楽しんだ。これについては正直後半は週1じゃなかったかも。チートデイってそもそも、まあ、ここのねリフレッシュのためにダイエットがねストレスにならないために取り入れてるものっていうので、ダイエット開始時はね週1で入れるっていうことにしてたんですけど、10日に1回とかなんかそんな感じになってて、私としてはチートの定義はもうカロリーも気にせずに本当に食べたかった好きなものを食べる、ラーメンだとかピザだとか私の大好きなハンバーグとか。ダイエット始めて1ヶ月半くらい経ってきたら、いつもね動画で出してるようなヘルシーな食事だとか運動っていうのが本当に習慣になってきて、爆食をしたいとかめちゃくちゃ辛ラーメンが食べたくて食べたくてしょうがねえみたいなのがあんまりなくなってきて、週1よりもね実際は少なくなったかも。そう、でもこれは多分他のダイエット食っていうのが充実してたからだと思います。ストレスがなかったんですよ全然。ただどうしてもね私の場合は生理前っていうのはその欲がどんだけねストレスフリーな生活をしててもね絶対出てきちゃうので、生理前は必ず辛ラーメンを食べてたかな。ハンバーグもフライドポテトも食べてました。このチートデーっていうのはもう自分の体に問いかけてやっていくべきですね。もちろん体を変えるんだったら毎日チートデーっていうのは難しいんですけども、本当に食べたいなって思った時に本当に食べたいものを食べるっていうのが改めて大事だなって思いました。で、最後、今日も自分を褒めたよ。はい、これが一番大事でございます。体重を見すぎるとどうしても変動しなかったりだとか、私もね停滞期が来ましたっていう動画を過去出したんですけども、生活を変えてるのに結果がついてきてない感じがするとモチベーションって下がっちゃうよね。で、それがモチベーションの維持が体重になってしまうと絶対ねどっかで折れると思います。とにかくね、私が今回気づいたのはやってる自分を褒めるっていうこと、継続してる、そもそもダイエットに興味があるっていう時点でうちらは勝ちなのよ。体重だけを一つのアベレージにするのはやっぱりねモチベーション維持のためにも自分を褒めるためにもちょっと危険かなとは思いました。なのでどんなことでもね、この10項目の中でも1個でもやれたら、あ、今日も私自分の体のこと考えてあげられたなと思って褒めてあげる。0点より1点の方がいいじゃないですか。100点満点じゃなくても1点でも加算してあげた自分に拍手なでなでみたいなのをね毎日続けることが本当に大事だなって思いました。そう、そしたらね結果的には体重以上に結構見た目が変わってくれたのかなと思います。
体型とか見た目の変化が感じられなくてモチベーションが続かないよっていう方に今回思ったことなんですけども、写真を撮ってください。写真でね、自分の体型を取り残しておくっていうのがすごく大事で、ダイエットだとか体に向き合ってると、その数字だけ見てると変化がなくって、ああもう全然落ちないしもう嫌だってなっちゃうと思うんですよ。でもちゃんと開始前と開始後の写真を撮って残してあげることで、必ずどっかにね気づきがあると思います。ここがねちょっと絞れてきたなとかもそうだし、肌の色が変わってきたなとかもあると思うし、あれ肌の調子ちょっと違くないっていう、体型以前のなんか自分の変化とかにも気づけると思うので、写真に撮ることをおすすめします。で、別にね誰に見せるわけでもないので、下着で自分がいつも見る鏡の前でパシャってねダイエットを開始する時とかに撮っていただいて、それと今の自分を見比べる、それだけで結構モチベーションって続くかなって思います。変化っていうのは必ず続ければ出てきてると思うので、ぜひねそれをやってみてください。で、今後も私はまあ今の体型をねキープすることを目標に、ダイエット中食べてた料理だとかマッサージの方法だとか、もうなんかいろいろね、まだまだ伝えたいことがねめちゃくちゃあるので、今後はねそういうのも動画にしていこうと思いますので、楽しみにしててください。それでは今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。みんな体重はただの数字だよ。一緒に自分の好きな体になっていこうね。にゃー、バイバーイ。バイバーイ。嬉しいな、嬉しい。